いいね。外出てないくらいな。また夜ぐらいに外出たくなりそう。寝てたの？こっちもすべやなりたい。ありがとう。最近ギター弾いてる弾いてる。今日も19時ぐらいから弾き語りがあるので、もしよかったら見に来てください。こんにちは。ありがとう。ボンブさん、拍手ありがとう。残り75,125 ポイント。もしよかったらアカウントとつなげよろしくお願いします。YouTube の登録者数があと一人で4,900人になります。くしゃ。こんにちは。今一人。そうなの。ちょっと悪いな。こういう曲か。なわけない。こういう曲？そうだ。違う。そういう曲だ。YouTube クレナチャンネルもよろしくお願いします。インスタとか Twitter もぜひフォローよろしくお願いします。登録しようとしたらすでに出たわ。さすがゴーンさん、ありがとう。 JWELL さん、こんにちは。ありがとうございます。しました。吉野里さん、元気？可愛いやった、ありがとうございます。ビルちゃんさん、カウント完了です。ありがとう。おみずきさんもカウント終わりありがとうございます。こんにちは。画像加工インスタだよね。まだ見れてなくて、今日中には多分見れると思う。楽しみにしてるね。タカさん、ファン投終わった、ありがとう。
ありがとうございます。お、花坂さんも今やってくれてる。かわいい、やった雪村さん、ありがとうございます。遊びに来たよ、ありがとうございます。よもやもやるさん、スペースゴーさん、まだありがとう。豊さん、ハートありがとうね。キュンです、キュンです。今度どこまでしたか分からなくなった？1から打ってみたら。ありがとうね。白地王さん、こんにちは。マカオの龍さんもこんにちは。50まで数える？ねえ、5月21日は皆さん予定開けてくれましたか？皆様、21日は5月21日、お、開けた、やった、ナイス。21です。5月21日に生誕ライブをしようと思ってて、奇跡的に休み。でも配信もあるようにするので、ぜひぜひ。なかなかさん、こんにちは。ちょっと SNS もまた頑張ろう。あ、くしゃみ出そう。出ない、収まっちゃった。あ、悔しいやつ。でもちょうど止まったからよかった。モグさん、ありがとう、ありがとう。ファンが36になりました。お、増えてく、嬉しい。噂してた？噂してたのか。なんかあと今日12時間配信して、明日からまたね、3週目4週目って始まるんですけれど、アイさん、こんにちは。初見さんかな、こんにちは。雪村さん、監督完了ありがとう。残り 64,163 ポイント、どんどん近づいてきてますね。今日スタートが何ポイントやったんやのか。雪村さん、会員ありがとう。最初スタートいくらだったの？こんにちは。
抽選は100位以内です。でも100位以内に入っていただけたら呼べるかもしれないので、会場がね思ってたところよりも広くなりそうなんで、1週目2週目で100位以内に入っておいてくださいませ。次の週が250万ポイントか。一回確認するね。どこにノートを求めたっけ。あれ、求めた、まあ、まとめたところがどこか行っちゃった。あ、ありがとうございます。頑張ってください。次の週って何ポイントでしたっけ。待って、ファイルがね250、なんでこんなパソコンの中身ぐちゃぐちゃになっちゃってるんだろう。
ショールームで。200か。そっか、200か。で、その次が300なんか。つむさん、こんにちは。目が。あと30分ほどでたこ焼き、ココパが始まるんですけれども、絶対2時間で終わんない気がするね。スーさん、こんにちは。カジノフォンテンさんもこんにちは。リビムチャートさんもこんにちは。ノアトムさんもこんにちは。こんにちは、こんにちは。粉物で、粉物、久々なんだけど、たこ焼きなんて大阪ぶり。疲れてないって疲れてない、腰が痛いちょっとね、床にね座ってるんですよ、下に引きながら。準備体操。なんですけど、皆さんネットフリとアマゾンやったらどっちが見れますか？どっちが多いですか？アマプラの方が多そうだよね、多分。ネットフリ？どっちでもあるやつ、あ、確かに。どっちでもあるやつ、でもドラえもん見たいと思ったんですけど、どっちも見れるか探してもらってほしいんですか。ネットフリで見た気がするんだよね。うん、じゃあドラえもんの。つうさん、ありがとうございます。ブラーボール、ドラえもんのスタン、あれ、
Stop. Stop by me. Yeah. Okay. Okay.2にしたい？この1をじゃあ今のうちに見とこうかな。左側で流すときながら。1時間36分もある。でも2時間撮ってあるか。見てない。え、1番見たい人どれだけいますか？結構見てる。本当だ。あと 47,461 ポイント、ありがとうございます。しょうやさんもありがとうございます。怪獣カウント、感動するみたいです。見た方多いね。ここ見たことあんのかな。ないよね。いや、ないの。この映像の感じ見たことない気がする。でも2番みたいな、結婚のやつ。見ましょう。あゆさんパンパンありがとうございます。ね、みんなありがとう。あと残り45,369 ポイント、ありがとうございます。ヒデさんこんにちは。大山だね。どこのタイミングで達成できるか。カウント星投げぜひお願いします。星のりさん、おくありがとう。チャンネル登録者数超えました。4901、ありがとうございます。外さないでください。
やった嬉しい。ありがとう。ショールームもそろそろ1万人。今何人なんやろか。9756。お、嬉しい。ね、あと100人で質問コーナー。卵ありがとう。ありがとう。あ、YouTube もね、リール投稿っていうのがあるんですけど、リール投稿も。したいなと思ってて、まだ投稿したことないんですよね。リールじゃないか、あれなんて言うんだっけ、ショートだ。リールはインスタだ。ひろしきさんこんにちは。ショート、100の質問、インスタとかでね、質問を聞いてもらう、募集して撮るみたいなね。ポッポスターさん久しぶりかな。やっほー、頑張ってください、ありがとう。 YouTube ライブもね、やりたい。事前に募集してに出てない。暑いですか今日。春って感じ。こその準備どんどんしてきますよ。いい？なんかタコパと映画をさ、つなげとけばさ、タコパ入れながら映画見れたね。もし時間が空いたとしても。笑える系にしますか皆様。何が？あ、タコパしながら見るんやったら面白い系のがいいですか。うん？確かにチクチクになっちゃう。すごい、初訪問の方、初めて来た。ホラー？
ね、このホラー見れますか？見れませんよね。そうだ、グロいのも見れないんだった。外ね、外行け。あの、コロナ見れるんだけど、マネージャーさんが見れないらしくて。そう、そうなんで、あの、ちょっと声気はダメみたいですね。まあ、自分も無理なんですけど。え、見れますか？グロは大丈夫。え、ホラーはもう何も。あれは事故物件。あれ、本当に見てらさ、作るときは作っていうか、このマジで見れない。チャッキーとかも絶対見れない。海外系とかのがいいってこと？日本はなんか嫌だ。自分とか嫌だ。早くそばになった。帰んないでね。ダメだよ。コラー見るんだったら止まってき。逆に止まってけ。来るのも怖いから。面白そうなの、なんか笑えるコメディやんな。コメディ探そう。目指せメタルロード。ハリーポッターの方が出てるやつ。シーンってなってしくしくなるよりかはツッコミどころ満載の爆笑してた方がいいよね。マスク。あれ見たじゃん、宇宙人のラジオの宇宙人。これ面白そう。あの、世にも幸せな物語。面白くないか。何これ。赤井さん、レインボースターありがとう。お、あと35,794ポイント、やった。ヒーローキッズ。あれ、またこれ、なんか止まるうちやん。ありがとうございます。皆さん、
おしゃほど全部投げてありがとうございます、ヨンミンさん。ありがとう。ドラえもんじゃないやつも見れる。面白いけど、なかなか。なかなか難しいな。なんかおすすめのやつとかございますか？なんかね、言うてね、インディージョーンズ見たことないじゃないかも。なのに、男の音楽始まった。何しよう。あーでもそう、そんなじゃん。ごちゃごちゃになっちゃいそう。いいかな、さっき19時からって言ってたから。そのままその間行くのは決めます。フェナが見たいの？フェナが見たいのか。いろんなの見たいんだよな。でも面白いのが、ミニオンとかも面白すぎる。ミニオン、ミニオン結構見ちゃったから、怪盗グルーに出会うまでの物語見たことないかも。出会ってるとこから見たかも。もうヒーローキッズ、この首長くなってるやつも気になるし、イエスデーも気になるし、うん、待って、これトマトジェリーみたい。トマトジェリーのさ、このさ、あれ最近映画でやってたやつあるじゃん。キッズ向けやけど、ジェリー君好きなんですよね。面白い、単純でしょ。すぐ面白いってなっちゃう。ネットフリーしかないのかな。あ、もうそれ下げちゃって大丈夫かもしれない。これ辺多分冷蔵庫入れた方が
今ね。使う？使う？え、面白かったですか？それ見たい。これ見たい。トムとジュリー見たい。トムとジュリー、英語じゃないの、ひらがなで。映画で2021年に公開されたやつで、リアルな人間はね、だからさ、実写版になるっていう時にどういう感じになるんやろってすごい楽しみしてたのに、あれなんです、映画見に行かなかったっていう。やっぱりレンタルになっちゃうのか。見れない方多いですか？一応もう一個なんか探すね。スリープオーバー夜の大冒険。面白そう。ホテルフォード里親の家でこっそり犬を飼っている16歳の姉アンディと11歳の弟ブルース、使われていないオンボロホテルを見つけた2人はそこを愛犬の家に大改造することに。イテホンクラスはネトフリです。ネトフリはね、これらの中で何でもあるイメージしかないんだよね。なんかアマゾンにないものをネトフリにあるイメージしかない。で、でたまにネトフリにないものがアマプラがある。そう、浅草キッドもそうだし、なんか。有名な韓国ドラマとかはほとんどネットフリー。そうね。ありがとうございます。新メイトになればございません。
思いません。BGM は2021年著作権フリー音楽超エモいかっこいいおしゃれ洋楽 BGM ベスト7曲少し著作権メイク説明タカさんハートたくさんありがとう。残り 27,573 ポイントになりました。皆さんありがとうございます。ね、早めに達成できそう。嬉しい。まやさんが今たこ焼きのものたちを持ってきてくれてるかな。ピョンとタコパするぶりの配信はね、タコパ配信なんて。そんな気がする。そうなんだね、イベント配信のさ、企画をさ、どんどん考えていきたいんですよね。皆さんはどういう感じがいいですか？なんかファンの方とも決めつつできるできないが多分あると思うので、そこはまたね、マネージャーさんと話して決めていきたいなとは思ってるんですけど。あ、キャミー。ゲームとかそういうの、今会場が変わってどこまでできるかがまだ明確になってないから、そこをいろいろ話をね聞いてからになるから、まあ、3週目明日からの配信になるかな。いろいろもう細かなことを決めてきて、こういう感じしましょうってなるのは、内容違うのちょっとは変えると思います。でも隠さないようにはするし、みんなが楽しんでもらえる感じにしたいので、どんな感じが皆さんはイベント楽しいですか？そうだね、3部選べない。
場だいぶでかいからな。このみちさん、タンポポありがとう。こんにちは。クラウドさん、久しぶりか。ありがとう。ひまぴんさんもありがとうございます。こんにちは。マジでかい。すごいよ。なんか、ちょっとダンサス系をファッションショーできるぐらいぐらいでかい。ちょっとした。ルビーさんありがとう。いけた。いけた。ありがとうルビーさん。ありがとう。ありがとうね。おさちゃん。本当だ。あと2万ポイントになりました。ありがとうございます。ワンダさん、かわいい。ありがとうございます。もうやって終わって帰ってきました。お疲れ様。こういうのが今のアイドルやめてから顔変わりました。なんか立ち忘れとかよくやってたけど、今したらどんな感じになる。紫色だからなんか量産型になるんかな。なんか違う。こんなもうできないんだけど。ね、もうこんななんかさ、こんな可愛い髪をやってないから幼くなるね。幼い。もう一個ゴムないかな。いける？ギリいける。あ、光がさ、光が、いける？ねえねえ。もしもーし。クレナ、これまだいけると思います？うん、いける？
うん、うんって言われた。嬉しい。じゃあこれでいこう。片方だけこうなるってこと。もみさんめちゃかいのありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ハート、お腹空いてますか？うん。うん。近くって聞く。そっか。奥竹さん、こんにちは。スプーンしかないかも。流す。それか、左側の引き出し見てもらったら。探ったらあるかな。お、あと12,979 ポイント。ありがとうございます。リンゴ部屋にしよう。たこ焼き部屋みたいな。たこ焼きのあの爪楊枝が刺さってるとして、ミータさん、ペンライトありがとう。あ、ダメだ、下手くそだ。そこポンってなっちゃう。
そのうち諦めそうくような。こんにちは。あと1万ポイントだよ。そう、あとちょっとに向けて髪の毛セット中。7794ポイント。ひろきさん、バラありがとう。みたかさん、またありがとう。いるかさん、やまさん、ありがとう。みひろさん、長い星ありがとう。ひろきさん、かっこいいかわいい、ありがとう。6877。レイさん、かわいいな、ありがとうございます。かいさん、ハートありがとう。おー、あ、言うて来週もあるんですけど、来週再来週あるんですけれども、ありがとうございます。のみさんもありがとうございます。家族もありがとうございます。おばさんもありがとうございます。あと2555ポイントです。はぁ、ちょっとお口直ししようかな。お口直し、唇直ししようかな。30日楽しみましょう。ありがとうございます。ひろくん、お疲れ、ありがとう。ありがとうございます。楽しみましょうね。2周目お疲れ様でした。皆様も、4月30です。でもオンラインもしますので、もしよかったら来てみてください。ありがとうございます。では祝いの、祝いのタコパしますかオンラインやる。あ、そうですね。下げていい？うん。大丈夫そう？うん。おー。シューンってなった。おお。高い。うん。それぐらいですかね。手元あんま見えないから、ちょっと引きますか。美味しそう。
もう遠くなりすぎても食えない。あのコメントこれでも、ああそういうことか、コメント拾えない、拾えない。トラック飲みしてあげる。まあでもこれ焼いてるとこ見せたらいいですか、それか外カメにして私がカメラでやるか。サナが自撮りそう。絶対ありがとうございます。箸でしょ。映んない、限界高さですよね、うん、もうちょっとこれ引ける感じですか、うん、これで会社の上に行って大丈夫おいしで、あ、これでやろう、これでやろう、よし油はじゃあたこ焼き作ってきますか。みんな箸あります？うん。おお。ちょっと怖いんです。そう、私寝るのなくってなってなくて、お湯使いたくない。よし。何見たのかな。そういうことです。オッケー。捨ててますねこれ。よし、頭がなくて、こういくのがいいかな、怖っ。ほい8割で10割よ、タコ入れるから違う、なんかつり入ってる。屋さんの次はたこ焼き屋さんだ。降りたっけ？入れちゃう。入れてなかった？入れる全部。入れる。でもこのままいくか。確かに。お願いします。
も全部ですか、これ。それ分も合わせて。あ、入れた。水入ってない。腰が、腰きた。お腹すいた？来ました？いい匂いするか。確かにいい匂いする。どんどん固まってきちゃった。待って、何？全部食べなかった。下の、あ、本当だ、キムチ全部入れちゃった。これぐらい、うん、よし、いけた。ここウインナー入れて、ここはキムチも入れて、ここタコで、ここチーズ入れた感じでございます。足す？これいいですか？別に足さなくても、とりあえずいい？ちょっと入れた。ん？お腹空いてきた。匂いやっぱお腹すくない？タコパ大好きなんだけど。結構固まってきてそう。見えてるのか。ここが見えてる。あ、いけるもん。いい感じ。チーズが美味しそう。ここは多分まだいい。こうやって包みながら回すとうまくいきます。わかりましたか？はい、たこ焼きは待って、このうまい自信ある。思った3倍うまいやって、やった。3倍か、まあ、3倍でも、無言なっちゃう。もうちょっと集中するから、あっち
美味しそうに見える？画面に見えてますか？こんなさ、一緒にタコパしたこともあるけどさ、こんなガム吸えてるの初めてすぎてさ、なんか緊張するんだけど。なんか準備をしてくれるのに、あのご飯を待ってる子供たちって感じですね。見守ってるんだ。逆に見守ってくれてるのか。子供が楽しそうにやってると見守ってる親。お前が。あ、これはダメだ。なんかチーズがいい感じだね。足りなかったね。半分開いちゃった。僕ら一番なかった。ん？ここね。くる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 して丸めていきます。くる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 して、タバコ吸ってる？青くさ煙でいきなりタコパ吸ってるとタバコ吸ってる、びっくりした。たこ焼き中です、皆様。でもいきなりさ、今日朝から見てる人からしたらさ、何のね、面白いね。クレープ作ったり、カラオケしたり、一日中で、なんか一日でまだ起きましたね。換気しなくていいかな。換気扇回します。そうやってな、まだここでさ、焼き物やってないからさ。あ、そこすごい。AK ビンゴ見てました、ありがとうございます。どんなの見てくれてたんやろね。チーズが混ぜて入れ。
いい感じ。親ブラはしないタイプですか？うん、いい加減とかいいか。ね、やんないと。もういいかな？もうちょっとやる？いい？じゃあ、これ、わって言っていいですか？誰が誰かわかんなくなる。大丈夫。多分気持ちじゃないかも。気持ちだからね。もう混ぜこぜなっちゃった。はい、食べてください。もう一個これふな、どっちみちすぐ食べれないのか。実はすごいこうやって崩さないとたこ焼き食べれなくなっちゃうから。食べてください。おいしいよ。感想はようやって、崩れしないように。それ何ですか？ポン酢。本当？青のりがどっかで。青のりここかける。青のり美味しそうでしょ。ひなん特製たこ焼きだよ。美味しいよ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。全然落ちてない。知らないけど。お食べください。関西じゃないです、福井です。いい感じ。暑い？暑いよね、きっと。中身が分かんないからドキドキ。ノーマル。ノーマルなんてあった？うん、カッコだっけ。ああ、そういうことか。美味しい？美味しい。美味しい。熱そう。熱い。見て。パンパン。一回火消します。あ、ありがとうございます。
ソースかける。これもう全部かけちゃっていいですか。これは、うん、うまマヨネーズ。ごめんなさい。え、マヨネーズつけないとき忘れてた。びっくりした。マヨネーズは絶対。これ全部ある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 。マヨネーズ。まだ袋に開けてないと思う。キムチ入ったんどれかわからん。ちっちゃいし完全に無台風。これも使ったことないか。あざます。かける人、かけない人いる？うん、かける。かける？うん、いい。ラブシーってあるんですか？忘れたの。さっきそこでかけるんですよ。初ラブシーって、じゃーん、たこ焼きです。皆さんお腹空いてきたでしょ。自分でソースつけてるけど、もう一ソースいるかも。ソースたっぷりめなでね。猫舌なんでちょっと切らせていただきます。こうしないとね、熱くて食べれない。タコだ。タコ全部入ってない。入ってない。なに、いただきまーす。うん、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 何個か取るわ。これキムチ入ってさ、うん、結構トロトロですよね。うん、美味しい。食べたい？うん。とかするとすごい幸せな気持ちになるんですよね。
食べたばっかりのおじいちゃんが食べるの見るとお腹がすく。おいしいや。おいしいや。そう、今や。食べるとさ、食べるのに集中しちゃうからさ、あれだね。何話しようかな。あ、イベント会場、結構たくさんの人入りそうですよね。ギター弾けます？お、ギターも弾けるので、どんなのにしようね。配信もする。かなまさん、あやまさん、ありがとう。次はこうかなと思ったけど、次の番は意外と早かったですね、多分は。ね、まだ気持ち出てない。ノート結構好きでした。なんだか、福井料理たこ焼きですって言えるレベルやと。やった。いや、丸めるの食うの得意だって。小学生ぐらいの時からもう家でタコパするとき食えながら毎回焼いてたから。気持ち一個もなかったかも。なかった。こっち食べてみて。入ってなさそう。この子だな。この子は入ってる。何食べてくれないの？
いらないの？いらないの？日本人だから譲り合ってる。譲り合いか、うん、さあ、入ってるか。うん、入ってた。こっち入ってなかった。え、ああ、見たら半分だったね。2分の1。うん、うん、うん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 。第二回いきますか。多分ね、二列分あんまり足りないかも。前列分。うん。半分ぐらい。うん、様子見でやります。なんか下二個の方がいいかも。見えるから。油ちょっといきます。いきます。油そっちじゃん。本当だ。でも結構落ちてる。うん、ここが好きなんだ。黙々と。第2回戦いきます。なんか重くなってる。入れてから。そしたけば最初からマックスです。最初からマックス入るタイプです。そうです。最初に入れちゃうタイプです。私入れちゃうタイプとかだっけ。そういうタイプ。いつもの溢れて下まで行っちゃうやつ。何食べたいですか。タコと何がいいかな。あ、と苦手なやつ。なんか映る。ね、思った。
入れますよ、全部。タコめっちゃ余ってる。タコ入れちゃおうか、うん。出してく。キムチ入れた方が美味しかったですか？チーズもあるよ。あ、チーズもあるよ。もうちょっと多分キムチ入れた方が美味しいかな。閉まるんですか？でもね、閉まんなさそう。遊びに来てありがとうございます。こんにちは。チーズ全部入れて。入れる？一つめっちゃ辛いの入れようって、辛いの入れまくろうって言ってる。一味入れる？誰が当たるか分かんないよ。自分で食べてね。うん、全然。どれぐらい？一味だったら全然余裕そう。チーズがいい感じ。
静か。暑い。何してんの？何を？さっきのボール。で、アマゾンで売ってる。買う。なんかあれですね。あのボールやったら注ぎやすいですね。あれしかも3個セットなの。大中小。あ、そうなんだ。うん、ボール持ってない。すごい。へえ。あと URL 送るね。違うよ。疲れた。お世話になったけど疲れた。こんにちは、高倉さん。高倉さん。高倉もこんにちは。寝てるしない気をつけます。三福もこんにちは。チーズいっぱい入れすぎちゃったかな。食べたくなった？食べよ。今日はみんなタコパパーティーだ。タコパパパーティー。タコ焼きパーティーだ。もう一回油切たいところだけど、このぐらいでよしとしました。これがどんどん焦げてきちゃって、これ辛いやつ、うちにたっぷり食べたい。うちに絶対おいしいのよね。どれがどれだっけ？さっきのやつ入ってる、入ってない。入ってる。戻さないで、戻さないで、戻れ、お家に戻れ。
しそう。あれ、これ辛いやつですよね。動かしてないのに巻くやな。どれぐらい食べれますか？全然食べれる？全然食べれる。あつ、これ、おいしい。てな、あと4粒でいいや。4たこ焼き。お皿もらえたら。なんでそんな髪切るんですか？え、このどれが辛いのだったっけ？ここにあった。ここですよね。全然濃くなくなっちゃってる。なんか貼ってたらごめんなさい。なんか動かした可能性も大。ああ。なんかこの子が、さっき崩れたこの子が。ああ、タコだけ。ジミの食べたいんだけど、なさそう。暑い。少ないですか？少ない。いただきまーす。ちょっと崩れたやつか、食べよう。熱そう。なった。いや本当に一味なくなったかも。ごめん。わざとじゃないの本当に。わざとじゃないけど本当え？なんかさ気持ちかさわかんないよね。でもなくなったかも。
ったこれ。これ？嘘。あった？なんで食べてくれないの？いや、すごくない？半分切ってみてください。キムチの可能性もあるよ。キムチってだけこれ、うん、食べてみて。めっちゃキムチだけでしょこれ。うん、食べてみて。匂いしない？キムチ。おいしい。え？もうちょっと入れるべきやった？多分ね、5回ぐらい振ったんで多分わかると思う、開けたら。来たらね、残りやすい。確かに。気づかず自分が食べてるかもしれない。ないって。消えた？どこなの？あ、これかな。え？なんかこれな気がする。ああ、これだ。美味しい。よかった。美味しい。あの、美味しければ美味しい。いや、キムチのやつのもうちょっと辛くなったバージョン。いい感じ。うん、でも辛い。辛い。うん、辛い。もうちょうどいい。辛いけどちょうどいい。舌がヒリヒリするぐらい。なんかもともと19時までチョコパやったんですけど、もう終わりました。でなんか夜お腹空いてそう。クレープあるよ。ん？クレープある。あ、ほんとじゃん。ちょっと途中でやってくれて。お腹いっぱい。ごちそうさまでした。いやね、イベントもクリアして、ね、
です。どうしますか？一回休憩挟んで、たこ焼き職人、時間通り進みますか、ね、どうしよう、一回休憩挟んで、19時からまた弾き語り配信から始めたいと思います。また19時から見に来てください。皆様よかったら映画トムとジュリー用意しておいてもらえたら嬉しいです。ではランキングに移りたいと思います。13位和田さんありがとうございます。12位赤砂豪さんありがとうございます。11位ロベルトさんありがとうございます。10位しげちさんありがとうございます。9位ミータさんありがとうございます。8位ダイさんありがとうございます。7位ノームさんありがとうございます。6位ルカさんありがとうございます。5位ヒロシさんありがとうございます。4位コマメチさんありがとうございます。3位ボングさんありがとうございます。2位若井さんありがとうございます。1位ユタカさんありがとうございます。ありがとうございました。ネットフリで見れます。トムとジェリーまた19時ぐらいにお会いしましょう。ありがとうございました。